はい、販売用先生です。ですね、今ですね、インターネット上の回線上でね、動画の発信と動画をね、送るという同時見たりとかね、そういうたくさんデータの多いものを禁止しようということを考えております。で、仕事でね、どうしても画像のデータが多すぎてこちらの方にデータ転送が間に合わないことがあるわけですね。仕事で使うのにね、画像の情報量は多いということでね、ウェブ上での画像動画は禁止と、世界全部どこでも禁止としたいわけですよね。で、ウェブ上では停止画面はいいということでね、停止画面ですね、の画像圧縮したね、画像とか文字ですね、文字は OK ということでね、そういうふうにしてですね、世界の混乱ですね、ネットワークの遊びね、仕事で非常に不都合であるということでね、大事な仕事中に止まってしまうんですね、光回線でもね。だから同人を送る動画の、ね、問題ですね、これが今なんとかということでね、考えております。だからそもそも私も許可しなかったんですよね。パソコンの発明者で一番なんだけども、動画をね、インターネット上の回線でね見れるようにっていうの、これはデータ量が多すぎて他大事な仕事が全部潰れちゃうんですね、アクセスが遅くてね。だからウェブ上では写真と文字ですね、文章文字でね、禁止するということ大事なんですね。動画だから YouTube もダメなんですね、本当はね、動画だからね、よくないんですよ。で、世界のね、大事なネットワーク上のね、問題ですね。通信回線で動画、携帯もダメっていうわけですね、動画は。動画発信はダメ。動画、テレビもダメだっていう、ね。ウェブ上だけにしなさいというふうに今、考えがね、あります。そうなるかは分かりませんけれども、今インターネット上の混乱、非常に仕事でアクセスが遅くなって止まったりするんですね、大事な仕事の時にね。そういうことでね、大事なデータはたまにはいいと思うんですけど、仕事でね、使ったものを大事なデータを送るというのはぐらいはいいんでしょうけども、常時ねテレビみたいな画像をね、動画をインターネット上で見られたらね、もうみんなもうアクセスが遅くてね、全然迷惑するんですね。まあそういうことでね、動画は禁止したいと思ってるんですよね。大事な仕事でネット上のワーク上のですね、仕事ができなく遅れたりして通信回線が止まったりしますということね。これは非常に迷惑するわけですよね、ということです。今回浜陽先生が話したかったのはそういうことですね。どうもありがとうございます。